富士間、紫さん、十三回忌、市川團十郎、猿之助さん、一門への多大な功績、三代目富士間紫襲名で思う、市川猿之助一門を支えた富士間紫さんの功績、女優で日本舞踊の宗家だった。富士間紫さんが亡くなって2022年に13回忌を迎える。市川猿翁さんと紫さんの再婚後は、紫さんが猿翁さんをスーパー歌舞伎の大スターにしていった。大先輩の順番や家柄などで一枚看板での興行が打てないでいた猿翁さんを彼女が尽力して一枚看板で興行が打てるようにした。紫さんは松竹の役員に交渉をして興行の失敗をすべてかぶるという約束を取り付け、スーパー歌舞伎の興行に打って出た。1986年にスーパー歌舞伎大和たけるが幕を開け、チケットが買えないほどの大ヒットにつながった。今では猿翁さんではなく四代目市川猿之助さんに変わっているが、スーパー歌舞伎はワンピース、新作大栗、空を刻むものなど松竹歌舞伎のドル箱興行になっている。富士間紫さんの市川猿之助一門への功績はとても大きいもので、今もそれは脈々と続いている。世紀の恋が生んだスーパー歌舞伎、市川團十郎。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。